あ、今ちょっと後ろはふわっと来てるよみたいなのがたまに分かるようになった。本当かな。1周2周平常円の課題です。はい、基本的にはまず振り出すっていうのが一つあると思うんですけど、はいはい、振り出したらあとはいかにアクセルを一定に振り出しが一定のままずっと流れていられるか、そこが課題になってきます。はい、どうしても最初はオンオフになっちゃうと思うんですよ。出過ぎたから戻して、はい、で戻ったから踏んで、うん、ってなると思うんで、最終的にはそれがアクセル量ができるだけ一定のうわーっと踏みながら回れるのが理想なんですけど、はい、うん、で車の特性としてはカウンター当てないとおそらく回りきれないです。ゼロカウンターでは回れないんで、で一速 でカウンター当たっていいんで、アクセルをずっと踏んでいられる、アクセルオン側でずっといられるように、はい、それを意識して走ってみてください。はい、振り出す方法が必要な気がするんですが、とっても微妙です。まさにタイヤが悲鳴を上げてるこのブルブルブルっていうのはフロントが逃げてる、うん、これ なんでそうなっちゃうのか分かってる？車がもうベタッとしてる状態なので、うん、前にこうお尻が軽くなってないといくらアクセル踏んでも出ないんですけども、うんうん、その前に乗っけてない状態で僕はアクセルを踏んでしまって、だからね、多分ね、出る出ないの話で考えすぎてんだよ。あ、でまずやっぱりフロントタイヤは、うん、ブリブリ言うのはスリップアングルつけすぎ、うん、要はハンドルの切りすぎ、うん、でタイヤが転がらないでそのままズズズズズズズってブリ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 って本当にもう耐えないはずなけ。グッドやのRSスポーツです。RSスポーツさんごめんなさい。本当に辛い思いをさせて。でもなんかこう海外しく耐え忍んでいただいてますよ。いや偉いよね。はい、うん。そのなんかすごいダメージ受けるわけでもなく。あれはね悲鳴なんだから。わかる。やめてって言ってんだよ。まあ、今ポンと見た定常円で言えることっていうのはやっぱりその、お尻を出すことばっかり考えすぎてる、うん、そのステアリングワークにその、込められてるのは気持ちだけっていう感じがしたね。でも一日やって、はい、どんな印象？ネギ姉さんが言ってたその8の字とかでも、うん、その、うん、一旦そのブレーキで侵入してって、うん、ステアリング切ってって、うん、ちょっとそのままアクセル踏まずに、うん、待ってみてくださいって、はい、そしたらお尻がクッと浮いてくる感覚が分かるので、うん、って言われたので、まず それももう感じるようにしてくださいってことなんですけども、うん、まあでも確かにそれ言われて、うん、こう一生懸命鴨さんがよく言うんですけど、タイヤと電話をしろという、鴨さんが電話、あんま対話をしろじゃないの、タイヤに電話をしろっていうんですよ。僕は前後に電話をかけて、かなり電波状況悪い感じだな。もう一生懸命僕はもうその日こう何度も何度もこう隣にいるのに、すげえ分かりにくい。でもこう何度かこう繋がる時もあったんですよ。あ、これがそうなのか。でそういう時にそのアクセルをほんとポンと軽くちょっとチョンって踏むだけで、うん、お尻がプルンと出して、前その、うん、浅間台で大井さんがおっしゃってた、うん、その車どういう時にどういう操作したらどう動くのかみたいなところはちょっと感じれたタイミングっていうのはいくつかありました。うんうん、であ、なるほど、これを言ってたのかっていうようなのはありました。で、定常円はできるようになったの？いや、できてないですよ。できるわけないじゃん。で、その成果を試そうと、はい、TC1000 円。